ジュリちゃん、ずいぶんといろいろできるようになったね。おかげさまでね。学びたいものは全部学べたし、必要なものも揃えることができたよ。もう投資してもらわなくても、当面十分やっていけると思う。そうか、じゃあ投資終了だな。本当にありがとう。腕には自信があったんだけど、理論とか知識が中途半端っていうのは自分でも結構コンプレックスだったんだ。かといって学校に通う暇も余裕も金もないし、通えても周りとうまくやれる自信もなかったから、本当に助かったよ。そりゃよかった。コンプレックス一つ解消だな。うん、マジでおじさんのおかげだよ。本当、どうやってお礼をしたらいいか。気にするなって言ってるだろう。こっちはこっちで助かってるんだし、それに俺も嬉しいんだ。嬉しい？ああ、ジュリちゃんみたいな若くて才能のある子のサポートができたことがさ、実力や才能があってもいろんな事情で学べない子や夢を諦めなきゃいけない子って山ほどいるだろう。しょうがないことかもしれないけどさ、この年になると才能や夢が開花せずに消えていくのってすげえ歯がゆく思えてくるんだ。でも今回のジュリちゃんのサポートで一つの才能を伸ばす役に立てたんだとしたら、こんな俺でも何か生きてる意味があるんじゃないかって、お金以上に意味があることができたんじゃないかって、そんな気がするんだ。これが親心みたいなやつなのかな。まあ親になんかなったこともない、なれそうもないおっさんが言っても説得力ねえけどよ。おじさん、わわわ、ジュリちゃん、本当にありがとう。お礼なんていいって本心からそう思ってくれてるのもよくわかってる。でもそれじゃあ私の気が収まらないよ。私、人に借りを作りたくない性格なんだ。だから、その私なりのやり方で借りを返させて。ジュリちゃんなりのやり方で。うん、私おじさんに喜んでほしくて、どうしたら喜ばせられるかなってたくさん本を読んで勉強したんだ。今日はそれをしてあげたいなって思って。どんな本をお読まれになったのでしょう。私もそのこういうの初めてやるからうまくいかないかもしれないけど、喜んでもらえるように一生懸命やるからさ。そんな初めて俺でなんて、そんなダメだよ。お願い、おじさんにだけはしてあげたいからさ。初めてはおじさんがいいんだ。ジュリちゃん、ねえ、そこに横になって服を脱いで。やっぱダメだよこんなの。しかもこんなところで。いいの、そこが一番私がうまく動けるから。動くってそんな生々しい。じゃあ始めよっか。ジュリちゃん、やっぱそんなダメだって。ってあれ、なんじゃ。私、おじさんがどうしたら喜ぶか研究に研究を重ねたんだ。その結果
こういう感じがいいんじゃないかと思って。なになに、どういうこと？錬成用の道具なんかお持ちになって。おじさんは強くなりたい人だから、だから私が最強にしてあげる。それが一番おじさんが喜ぶはずだから。はあ、なにそれ。大丈夫大丈夫、優しくしてあげるから。レッセイ。うまくいったかな。初めてにしては上出来かもね。あらほろひれはれ。これで少しは恩を返せたかな。でもまだ全部は返せてない気がしているんだ。だからそのまた実験台に、またおじさんを喜ばせてあげるからね。さて次はどういうテクニックでいこうかな。もう結構です。まあまあそう言わずに、これからもよろしくおじさん。練習するのもほどほどに。だから危険な女だって言ったのに。やれやれ。